男子総高跳びで2メートル35の日本記録を持つ、東京五輪代表の戸辺直人、JAL が1月11日、自身の SNS で結婚したことを発表した。お相手は2009年ベルリン世界選手権400メートル日本代表の、新宮美穂さん。戸辺とは、同学年で、共に2009年奈良インターハイで優勝している。戸辺選手、結婚おめでとう。世界ランキング1位になったこともあり、ヨリクや五輪の大舞台では、名前通りに、渡米、飛んでくれ、と応援するのですが、なかなか良い成績が得られていないです。走り高跳びは、技術と経験がものを言う種目ですから、29歳の渡辺選手は、まだ十分にやれます。今年のヨリク、2024年のパリ五輪目指して、頑張ってください。渡辺は、ツイッターの文面に、ご報告、本日、元陸上競技選手の新宮美穂さんと、結婚いたしました。今後とも一層精進してまいります。これからも、夫婦ともども、よろしくお願いいたしますと記した。千葉出身の渡辺は、2019年に、ドイツで行われた、室内競技会で2メートル35をマーク。13年ぶりに、日本記録を塗り替えた。アジア大会、世界選手権ともに2度出場。東京五輪では、日本勢として49年ぶりの決勝進出を果たした。新宮美穂さんは、東大阪大敬愛校3年だった9年のインターハイで400メートルと4400メートル、リレーの2冠。400メートルは、日本選手権でも4位に入り、高校生ながら、日本代表入りを決めた。東大阪大正2年時の11年に日本選手権で優勝し、卒業後は東方銀行へ。19年からはフレスコ所属で競技を続けていた。昨年夏に競技を一区切りすることを表明。茨城県つくば市を練習拠点とする渡辺は海外遠征の機会も多く、福島や関西で活動していた美穂さんとは遠距離だった。アスリートのことを一番分かってくれるのは、やっぱりアスリートだし、自分と常に向き合うハードな陸上選手を支えてくれるのはやはり陸上選手だろう。第一線で活躍されながら、プライベートも決しておろそかにしない姿勢には、頭が上がりません。お互いの競技に理解があって良いと思います。お幸せに。そして、次世代の最強ジュニアを、いずれ期待させてください。陸上競技ファンは、明るい未来への喜びと希望を表明しました。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。LIKE して下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。